ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、ランサーさんの後追いかけたのにいいかな？そろそろまたあの敵が、おっと、そういう光り方？マジか。あ、でも、ちょっとずつ歩いていったら全然、大丈夫やね。あ、もうこの先ない。ここは？光るの？おーっと、追いかけてくる。何？いっぱいおる、いっぱいおる、いっぱいおる、いっぱいおる。追いかけてこないで、おい、いやーポンマンが虹寄ってきた。やめてよー。虹寄ってこないで。あれ？ちょっと待って。今私戦うにした？怖。警告。とりあえず一番最初は警告すべし。やっぱりなんか二人だけターゲットにされるんよね。スージーはね、ポン菓子の匂いがする。ポン菓子の？ポン菓子のポンマンな。そういうこと？ララバイ。オッケー。キャー怖いよー。ラルセイがちょっとやられそうじゃない？やばいね。待って、ポンマン。え、ちょっとラルセイさ、あ、32% いるんや、あれが。待って、逃がせないから。え、でも眠気ってなってるよね。逃がせないの。ああ、なるほどね。ダメなんや。眠気が来とるだけで眠ってはないけんってこと。ラルセイラルセイ、何それ、マイナスって。ああ、ララファイができない。軍内、何軍内って。あ、お前も眠らせられるのか。そういう感じなのか。完璧に眠ったらあれなんやね。なんか全然大丈夫なんや。ちょっと待って。その前にさ、あ、警告ができない。マジで。つら。ちょ、ポンマン逃がすわ。最初に警告しとったけん、それで大丈夫なんかな。とりあえず。なんか、ラルセンの HP さ、マイナスが減っていきおらん？何あれ？復活できるんかな、もしかして。軍内。眠ってても攻撃を避けていく。すげえ。あ、ラルセン復活した。復活できるんや。へえ。そういう感じなのね。なるほど。はい、これで OK。誰君たち？どうどう、ちょいと待ちない。ポンマンどもは不気味だが、奴らは王様に従ってるだけだぜ。俺たち盤面領民には、昔はちゃんとお殿様がいなすった。平和でいい時代だったぜ。それが今となっちゃどうだい。そのお殿様まで王様の嫌いにされちまってよ。どういう状態？恐れることはない。我々は愚劣なポンマンとは異なり、自らの意志で行動する。私、ミスターソーシャルは極めて知的であるからして、暴君などに屈しはしない。だがもちろん、屈しろと命じられれば別だがね。王は極めて恐ろしいお方なのだ。王の言うことは聞くんや。大盤面2。あ、ランサーさん。ほっほっほ。これはこれは、ここであったが100年目。ここであったが100年目とかじゃない。ニック家仲良し恋しの楽しみ対面。めっちゃ楽しそうなんやけど。良い子のお嬢ちゃん、ないしはお坊ちゃんは今のうちで引き返すことだ。ランサーさん、何なんですか今度は。ほっほっほ、ボクサーもただ傾向しているまで。この先にとんでもなく危険なものが待ち受けているとな。ほっほっほ、実際ボクサーは今ものすごく困っている。自分も通れんってこと？なぜなら、それが怖くてお家に帰れないからだ。マジか、どんだけやべえやつなんだよ。通してくれるのね。え、これ？あ、君は、こんにちは。え、こいつ？お前、こいつが怖いのか？うわぁ、紫がある。すごいな、お前は。こいつが怖くないのか。足り前だろ。こいつが何するってんだよ。確か。何？あ、光らせるの？お、何？王冠。なんか進化した。何そのマリオみたいな。え、なんか足生えたんですけど。気持ち悪い。敵を踏んづけて足させるんじゃなかったかな。来る。Kラウンド、警告。
キーラウンドに数字の攻撃を避けることの大切さを説明する。避けることの大切さ。理解していないようだ。理解しろよ、おい。ちょ、待って。踏みつぶさないで来ないで、やめて。Kラウンドは猛烈にシャッフルダンスしている。ちょ、待って。何?深くお辞儀。チェック何チェックって。ラルセイと一緒にお辞儀した。Kラウンドもお辞儀を返した。王冠が落ちそうだ。やった!この調子で王冠を落とせれば、元のおちびちゃんに戻るはず。ほら、スージーも一緒にお辞儀しよう。け、誰が。王冠を落としたきゃ、ぶん殴ってぶっ倒せばいい。やめろよ、おい。やめてー。ちょ、待って、なんか飛ばしてきた。足からなんか飛ばしよる。ちょ、汚い。王冠グラグラ度 20%。まだ全然いいやん。深く落ちぎ。お、王冠が落ちそう。ちょ、やっつけないでよ。Kラウンドはストレスが限界に達し攻撃した。Kラウンドは自分をいたぼって、回復するんや。攻撃力をマップする。スージー、攻撃しちゃダメ。どんどん強くなっちゃうよ。ふん。誰がやめるか。敵に押し気づいたと思われるだろう。でもまあ、回復してくれるのは助かる。普通に助かる。どう?王冠が落ちそう。でもまだ 40% やったよね。いやー、怖い。なんか、攻撃増えた。合体した。あ、60%。お、どう?やめろって。なに、攻撃パターン変わったし、なんか飛び寄る。お、あとちょっとやん。お願い、そろそろ、お、落ちたー!ふぅ、可愛くなってよ、よかったー。あ、転がってった。勝ったのね、一応。やったのか。すごい、ピエロちゃんたちマジ勇者。これで僕様の人生、あと20分は安泰だ。いや、短くね。だろ?もっと褒めてくれていいんだぜ。スージー?スージーなりに頑張ってくれたのはわかるんだけど、今のはスージーのおかげっていうよりむしろ、スージーが攻撃しちゃったせいで余計大変になっちゃったんだよ。初めから優しくしていれば、そもそも戦う必要すらなかったかも。は?何でボケたこと言ってんだよ。あいつめちゃくちゃ凶暴だったじゃないか。ま、俺のオーラで何とか食い止めたけどな。それにね、さっきも兵隊さんたちを脅すようなこと言ったよね。あいつら敵だろ?敵は脅してなんぼだろ?そう、その通り。それだけじゃないよ。何もしてない人のケーキまで食べちゃって。あれはまあ、ケーキも俺の敵だからな。違うやろ、腹の足しやろ。あのね、スージーは不服かもしれないけど、君は勇者なんだ。平和の未来をもたらす力を持ってる。だから、もう少し勇者らしく振る舞うように心がけてくれないかな。そうだな。言われてみると確かに、今んとこ俺は勇者失格だよな。絶対反省してないやろ。わかった。ラルセイの言う通りだ。俺は変わる。もう腐った勇者はやめだ。俺は今から悪者になってやるぜ。おいおい。え、本当に?そっち側に行くってこと?僕様のチームに入ってくれるの?ああ、その方が俺には向いてそうだ。スージー、そんな、ダメだよ。黙れ。キレイキレイボーイ。スージーはもう僕様の名前だ。名前じゃねえ、仲間だ。そういうことだ、キレイキレイボーイ。用意しそうと決まったら、ロゴ入りチャージも作るぞ。いいね。そしてお泊り会をして、二人だけの秘密を打ち明け合うのだ。仲良しか。ちゅうわけだからお前らとはもうこれっきりだな。ではこれっきり後にまた会おう。どういうことやねん。いやー、悪になりきれないよ、そこに行っても。クリス、僕ちょっと言い過ぎちゃったかも。僕はただ心配で、スージーがあんまり戦うことに夢中になりすぎると、その、とにかくスージーに優しくしてあげようね。きっとすぐに考え直してくれるはずだよ。どうだろうか、なんか漏れよるけどあれ。頭上にうっそうと茂る濃い緑。森の力が胸の奥で輝いた。なんかあれっぽくない？誰やった？骸骨の二人。あの家もさ、こんな感じの光漏れよったよね。おいそこの、こいつの修理なんとか終わったぜ。これは見てる通り扉なんだが、この世界の行きたい場所は一瞬で移動できるんだぜ。何それどこでもドアやん。あ、フレームだけあったやつもしかして。ただし、今のところレベル行く先は二つだけだけどな。これからも修理を続けるよ。あんたの力になりたいからよ。ありがとう。
どうどう、ちょいと待ちない。ミスターソーシャルとパズルやろうと、俺で扉を修理したぜ。俺ら三人でしっかり直したからよ、ちゃんと使えると思うぜ。王様退治の役に立ってもらえたら嬉しいぜ。王様退治ってすごいね、なんか。扉だ、どこへ行く？いや、いいよ、まだ。どっちも何もいいよ。使わないよ。どういうわけか、もうそこにいる。どういうわけでもないけど、そのまんまよ。なんか、絶対飛び出してくると思った。ラビックが滑り寄ってきた。滑るな。ちょ、待って。ラビック。吹き飛ばす。それは攻撃ではないの。A を連打して息を。さっぱりスイートちゃん。何君可愛いか。何なのあれ。ラビックはあたりの土壌にダメージを与えた。待って、これ逃がせれるやん。本体はあれってこと？なんかこれ、うさぎ型になった。超可愛い。お、おったわ、二人とも。スージー、ランサーさん。ヒヒヒヒ。これはこれは、なんちゃって勇者くんたち。お前らやられる覚悟はできてんだろうな。まともに戦う根性もないヘナチョコナッツめ。残念ながら俺たちは邪魔する奴は容赦なくぶっ潰す。ダークジャックランサー。バイオレンスアークススージー。何それ、そういう名前になったの君たち。二人合わせて。ダーク楽しみたい。うん。それで二人はどんな邪悪な計画を立ってるんですか？あ？いや、チーム結成したばっかだし、まだイントロしかできてねえよ。もう少々お待ちくださいだ。あ、そうなんですね。ごめんなさい。じゃあ続き楽しみにしてます。へ、安心しろ。そんなに待たせねえよ。そう。今から僕様たちは不眠不休で作業を続ける。そう。アンストッパブルってやつだ。ピエロちゃんたちを怒る、ザ・邪悪な計画を立ってやるぞ。せいぜい背中に気をつけることだな。お腹にもな。なんかそいつと一緒におったらさ、スージーもどんどんバカになっていかない？そんなことないかい？あ、なんかしおる、あっこで。ん？君は敵なの？私のことは気にしないで、休憩中なの。そうだ、ちょっと相談していい？友達のクローバーちゃんの誕生日プレゼント何がいいかな？可愛いんだけど、どうした？あれか？王様に隠れてちょっと休憩中なの？あの子、スポーツとかっこいい男子と木にしか興味ないんだ。もう、誕生日カードだけでいいかな。今のは相談だったの。カードの中にお金入れてあげればいいか。で、ダメか。お金ないと私困るし。可愛いな。あれなんやね。敵もちゃんと乙女やったりとかするんやね。びっくりした。もうやめてよ。ラビックたちが滑り寄ってきた。吹き飛ばそう。爽やかフレッシュくん。ちょ、攻撃パターン2種類あるのね。なるほど。ラビックは下に溜まるのにちょうど良しそうなソファーを探している。下に溜まる、とりあえず逃がそう。アイテムじゃない。はい、オッケー。あの子たちは綿毛かなんかでできとんかな。何してんの君ら。邪悪な計画は順調は。ああ、それな。そろそろ飽きてきたから今はおやつの時間だ。そっか。しょうがねえだろ。朝からチョークしか食ってねえんだから。ケーキ食ってやねえか。僕様なんて何も食べてないぞ。そうだったんだね。今日のおやつは何？僕様はこの切り株のタイルに隠しておいた。普段使いのお宝だ。それはつまり、自分の下でよく確認してくれていいぞ。お前と僕様の仲だからな。仲いいのか？うん、クリス、どうする？じゃあ、アルセイが食べてみて。中に壺がある。これは蜂蜜かな？違った。サルサがたっぷり入ってる。ピンポンだ。このお利口さんめ。それは僕様のへそくり。お前に送るおもてなしおやつだ。美味しいな。絶品だな。おい、食うまねしてるだけじゃねえか。それは僕様も同じだぞ。え？どういうこと？切り株だ。ディナーホールらしきものが空いている。どう？みんなお腹いっぱいになった？ああ、もうずーっとお腹いっぱいだよ。どういうこと？これは避けて通るべきよね、きっと。あ、ほら。またこれや。あ、こっちか。へえ。はい。あっち側は何があったんやろ？ちょっと気になるよね。行こう。気になるけん、ちょっとあっち側にも行こう。
危ねえ、ギリギリやった。こっちこっち。危な。はい。ナイコは宝箱？あなた方はもしや勇者では、この宝箱の中のマフラーを悪王退治にお役立てください。どうせもうボロボロですし、私にはサイズが合わなくなってしまいましたから。それはあれじゃない？ゴミ処理じゃない、ただの。宝箱とはそういうもの。お下がりを入れる箱なのです。全部にハテナをつけるな。私はただのボール。話すことなんて何もないの。大丈夫、君。宝箱を開けた。ダガーマフラーが入っていた。ダガーマフラーが武器に加わった。武器なんや。え、マジで？一応装備しとく？木刀からダガーマフラーへ。ダガーのように敵をつくボロボロのマフラー。ん？装備できない。あれかな？ちょ、待って。あ、ラルセイが装備できるの。今とりあえず攻撃8やけん、今より強くなるんやね。オッケー、ありがとう。もらっていくよ。私もかつては宮遣いをしていたのですが、王は全職員を解雇してしまいました。城で何の仕事をしていたかですって？それは、宮廷コート掛けでございますよ。まあ、そんな感じやね、見た目が。で、君は、あれかな、戦いたくないけん、そういう感じにしとんかな。かわいそうに。敵側もなんかいろいろと事情があるのね。きっと。よいしょ。行こう行こう。ああ！ダメージを食らってしまった。よいしょー。オッケー。ん？今度はまたパズルが。パスワードを入力。注意！パスワードを忘れる人が多いので上に書いておきました。書くなよ、おい。え、書いちゃうのそれ。ちょ、待って、そこじゃない。あー、ちょっと待って、消したい。これって、はい。解いてくれ、サンキュー。キヒヒ、バカな奴ら。僕やり助かりました。どうもありがとう、バカな奴ら。お前らがバカだよ。答え書いてたよ。と、忘れ物。何持ってったの？なんか計画書いてるやつとかそういうこと？これはもう一回同じとこかな？違う？ああ、違うっぽいね、ここは。なんなんやろ、ここ。何あれ？敵？なんか、あっこにダイヤマークがあるんやけど。ね、君何？敵なのね、君。ブロックサー合体。何、ブロックサー。踏み替え。防御。罰を押して選べ。罰じゃないわ、X か。はい。はい。はい。ブロックさんはまだ自分に満足できないようだ。ぐわ、やめろ。ケツが顔に。ケツが顔に。ちょっと待って。ブロックさんはトイレトレーニングのことを考えている。トイレトレーニング、なぜ？なんでですか？組み替え、これで満足させてあげればいいってことかな。じゃあとりあえず、はい。で、次がこれか？違うね、逆やね。ブロックさんはまだ自分に満足できないようだ。やめろ、顔が顔に。ん？それは合ってるでしょ。顔は顔にあるものだよ。またラルセイがお亡くなりに。組み替えよ。ちょ、待ってね。これを体にしてあげたいんだけど、あ、間違えた。間違えた。ちょっと待って。はいはいはい。ブロクサは自分の体でお家を作ることを考えている。なぜ？これを顔でしょ？で、これが多分、腹筋っぽい感じやろ。ブロックさんは新しい自分に満足している。おー、いい感じに並び替えてくれたな。おっと、なんか変わったぞ。テトリスや、テトリス。ブロックさんは幸せスピリットで輝いている。お、オッケー。んで？何これ？
パズルの答えのようだ。しかし万年筆のような指摘の落書きで消されている。マークの色の順番は赤、黒、赤のようだ。ね、これ穴？うえ、びっくりした。誰君？さっきルー様が来たの、かっこよかった。ライトなんか通れないようにパズルに答えを消してったけど、私たち答え知ってるよ。え、なになに？通りたいの？いいよ、パズルに答えを教えてあげるね。最初のマークはハートだよ。愛のシンボル。どう？参考になった？最初はハート。お？違うらしい。ハートないよね、最初。ハート。あ、なるほど、そういう感じか。ねえ、今日はね、私の誕生日なの。なんで挨拶もなしなわけ？いいの、気にしないで。みんな遊びに来てね。うっさい、来なくていいから。誰とも落ち着いて。私の誕生日お祝いしようよ。私がお仕置きしてやるから。ああ、ごめんなさい。どうした？クローバーがこっちへ伸びた。クローバー、さっき言った。友達？話す男子。ほらほらほら。男子とスポーツと、木にしか興味がないって言ったやつじゃない。ちょ、待って。話そう。3人はどんな男子がタイプですか？やっぱイケメンだよね。いい人、私みたいに。特にな、誰でもいい。クローバーはおしゃべりを楽しんだようだ。メガネって可愛いよね。モフモフのメガネ男子で決まり。彼のこと？そうだね。弾けた後も攻撃があるのか。クローバーは恐怖の3連スマイルを放った。恐怖の3連スマイル。じゃあ、スポーツについて話す？皆さんスポーツは好きですか？二人とも大好き。フットボール食べたい。スポーツ美味しいよね。美味しいものではない。テニスボール入りスパゲティ。それ最高。意見が合うね。ちょっと意味がわからないわ。だいぶ意味がわからないわ。どういうことかしら。クローバーは自分たちで口喧嘩している。大変そうだな。じゃああとは木？魔法使えない。逃がせない。防御かな。木の話題を振ってみた。クローバーは満足そうだ。木の香りいいよね。私も好き。でも花粉は、私も好き。木の香り。また旅的な感じかな。痛い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 。クローバーはおしゃべりしすぎて食べれたようだ。あ、もう満足？ということは、逃がすよ。あ、なるほど、それぞれに。なるほどね。3箇所に穴が開いとって、それぞれに頭が出てきたんや。お店をやってるっぽいけど。森の奥でひっそりとスイーツ即売会が開かれている。あ、アンダーテールの雲のやつみたいな。繰り返し登場するスイーツ即売会の力が胸の奥で輝いた。繰り返し登場するのか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。スイーツ即売会。ここでいろいろ買っといたら、回復とか結構役立つかな。